欧米西ミは、シジミ蝶下に属する蝶の一種。朝鮮ベニシ西ミという和名でも知られる。西ヨーロッパからアジアの温帯地域、朝鮮半島からロシアのアムール州まで分布する。分布域は広いが、不連続であることが知られる。種として湿地環境に依存する種であり、湿地が衰退傾向にあるヨーロッパ西部の多くの地域で絶滅が危惧されている。 イギリスでは1860年代に絶滅し、その後、長年にわたって再導入が試みられているが、長期の定着には成功していない。一方で、ヨーロッパ東部の個体群は概ね安定しており、ヨーロッパにおける分布の北限にあたるエストニアやフィンランドのほか、韓国でも分布の拡大が報告されている。成虫は、性的苦手を示す。メッセ虫は、 全指標に黒い反紋を有し、色はベニシジミリセナフリーズのものと似る。一方、オス成虫は一般に羽根標に反紋をほとんど持たず、より赤みの強い、鮮やかな色を呈する。分布域の広い昆虫は、地域によって火星や植草範囲などの生態が異なる場合が多く、本種も例外ではない。ヨーロッパでは、オランダやイギリスの再導入個体群においては一火星が、 ドイツやフランスなど多くの地域ではに火星を示し、より温暖な地域では年参加が可能である可能性もあるという。幼虫の食草としては、ルメクス・ハイドロラパサムなどの水馬属ルメクスに属する複数種が記録されているが、こちらも地域によって差異が見られる。エストニアと韓国の個体群では、水馬 R はセトサが幼虫の食草として不適であったことが報告されている。 ありがとうございます。